外と知らないシートの、各部の名称の呼び方をちょっと解説します。うちはまああのオーダーある時に結構皆さん、頑張って希望を伝えてくれるんですけど、なかなかこう場所の呼び方がね分かんなくて、ああでもないこうでもないって、頑張って説明してくれる方結構いらっしゃるんで、まあそんなこと知ってるよっていう方もいるかもしれないんですけど、一応簡単にね各部の名称をちょっと解説したいと思います。で、まあ、まずこの辺、まあ、これは座面なんでシートの、まあ座面って言ったり、ボトムっていう人もいるかな、英語だとボトムとか、まあ、ここはシートのセンターですよね。座面センターで、この辺背もたれ、まあ総称してセンターっていうことが多いですけど、センターだけ色変えたいなんて言った場合はここだけ色を変えるっていうことを指しますね。で両サイド、この辺はサイドサポートって呼んだり、まあ、単純にサイドって呼ぶ場合もありますけど、まあ、サイドっていうとねこことこっち側もサイドなんで混同しやすいんでね、サイドサポートって言ったら大体この辺ですね。でまあヘッドレスト、この辺まではいいと思うんですけど、よく皆さん、まあ、バイクのシートなんかでもそうなんですけど、こういまいちなんて伝えたらいいか分かんないって戸惑ってる場所が、このシートでいうとここ、このクッションの横のここら辺、まあ、要はその座る部分とかシートの背もたれとかのこう厚みの部分ですよね。厚みって言います。シートのオーダーするときは、こういう箇所待ちっていうとすごく通りがいいです。ね、カバンなんかでもこう待ちの幅いくつっていうとこう厚みどれぐらいの前後幅あるかっていうのを指すと思うんですけど、バイクのシートとかだと表面がこうあって横の立ち上がりの部分、この厚みの部分、あそこ待ちっていうんで、まあ、ヘッドレストだとまあここが待ちになりますよね。まあ、横とも言ってもいいかもしれないですけど、ここをこういう横の厚み出してる部分を待ちって言います。なんで、例えばバイクのシート待ち薄くしたいって言ったら厚み薄くする、分厚く待ち取ってほしいって言ったら厚みが出るってことになります。意外とね待ちって、カバンとか作ってる人はだから使うんですけど、車のシートでも待ちどうするとか、よく聞きますね。で、あとはこの縁に入ってるこれ見えるかな、これね、これなんて呼んでますかね皆さんね、ここヘッドレストのここにも入ってますけど、これねこれ、まあ、パイピングですね。パイピングで、人によっては玉縁って呼んだりもします。うん、まあ、なんかパイピングって言った方が、聞こえがいいというかね、玉縁って言うとなんか、ちょっと古い昭和の人っぽいんですけど、ここパイピングって言います。でパイピング、まあ、だから色変えたい時とかね、パイピングの色は白くしてほしいですとか言えば、この箇所を指すんで、であと例えばパイピング入ってない場所にもパイピング入れてくださいって言うと入れれたりするんで、ちょっとね覚えておいてください。で、これは今パイピングなんですけど、この縁にねこのパイピングないバージョンいますね。こういうただの縫製ラインのものもいます。でこの縫製ラインに、このシートだとこの脇のここステッチ入ってますよね。まあ、これ今これシングルステッチ、ステッチが1本しかないタイプなんですけど、縫製ラインはステッチをシングルかダブルかとかで選べたりします。でここはこの縫製ラインは今これ何にもステッチ入ってない、ただ縫っただけ、こういうのもできます。このパイピングも、結構シートによってはものすごい細いやつとかあるんで、細身がいいとか太いのがいいとかもオーダーできますね。うん、それからこういう
表に出てるステッチ、こういうやつ、これもこれ今シングルステッチで1本でのここ塗ってありますけど、ダブルとかトリプルとかできます。で、まあ、こういう、まあ、これはあんまり入ってないですけどね、このモコモコした感じ、これタックロールって言いますよね。で、叩きっていう人もいます。これ薄いこういうちょっとモコ、ちょっとだけモコっとした感じのこのことを叩きって呼ぶ人もいるんで、なので例えば、あんまりモコモコしてなくてもいいドアパネルとかのこういうモコモコは、ドアパネルは叩き入れてほしいって言われると、まあ、僕らなんかはあ、じゃああんまりモコモコしなくていい、薄めのねタックロールでいいんだなという理解になりますね。叩きって結構言う、ま、ちょっと中高年の方が多いですけど、叩きでいいよとか、言いますね。あとこう田んぼの田の字に叩き入れてほしいとかね、あの昭和の人は言いますね。で、ま、これがこうダイヤモンドになればダイヤモンドステッチって言うんですけど、ダイヤモンドステッチ中にはねキルティングステッチっていう人もいます。あのキルティングステッチダイヤモンドのやつをね、で、あれがどんどんこうひし形からこう正方形に近づいていくと、ビスケットパターンって呼んだりもしますね。アメリカだとビスケットパターンっていうのが多いかな。意外とあのただの四角いステッチのって多くて、あの純正からステッチ四角く入ってるやつとかね結構いるんですけどなんかアメリカっぽいですよね。ビスケットパターンって言った方がアメリカっぽいかな。日本だとねブロックパターンって言ったりするんですかね。あの話が通りにくいのはさっき言ったこう街の部分、街はすごく伝えにくい箇所なんで、なんて言っていいかっていう人は結構いるんでね、あのシートの街はもう少しこう内側入れてくださいって言われれば少し細めのシートをイメージするし、街は立ち上げてくださいって言われたらシートは結構こう幅広めでなんかこうボテッとした印象のシートをイメージしてんのかなっていうのは僕らはすごい、そういうところであのイメージ膨らまして作ります。そう、ちなみに、このシート、これコブラのシートなんですけど、コブラ社の、うちまあいろいろちょっとコネクションがありまして、ほぼ全ラインナップの、シートと、まあ、あと、出てるシートレールは全て取ることができるので、もし困ったらあの、ご連絡いただければ手配できます。今それでポルシェのシートも作ってるんで、もうちょっとしたら完成品が、アップできるかなと思います。まあ、ざーっとなんかちょっと呼びな方言っちゃいましたけど、なんかわかんないここなんて呼ぶのみたいなのあれば、コメントいただければね即座に返信しますんで、なんか質問あったら、コメントください。そう、あとこのシートね、ここだけこの千鳥になってますけど、これは本来千鳥じゃなくて黒なんですけど、センターだけ千鳥っていうのもできますね。センターだけ千鳥、センターだけ千鳥って言ったらこのエリアが千鳥ってことですね。でこのサイドサポートは黒でって言ったらこう黒くなります。パイピング白でって言ったら白くなりますんで、なんかそういう感じで、車バイクのシートをオーダーしていただけたらいいんじゃないかと思います。今日はねこれからなんだっけフィアットの、850スパイダー、可愛い車が来るんで、それも、まあ、来たらオーナーさん OK 出たらね、紹介動画を撮ろうかななんて思います。シリーズ1っていうやつでかなり、初期型、最初期かシリーズ1だから、なかなか珍しい車なんで、可愛らしい車で、うちでやるのはホロの着せ替えとドアパネル作って、あとずっとここのとこパテで成形してるダッシュパッドがあるんで、それを張り替えてセットして、まあ、あと細かいこといろいろやるんですけど、とりあえずオーナーさんのね許可が出たら、レビュー動画撮って、その850自体のね紹介もしたいなと思いますんで、なん
ですかあれ、ほら、チャンネル登録よろしくお願いします。ではでは。